どうもこんにちは、グライフです。本日もご視聴いただきありがとうございます。本日は M1 MacBook Air と iPad Air 5が大学生活にぴったりなのか、それをこちらの動画で解説しようと思います。私、昨年まで大学院に通っていたんですけども、私、大学院ではこちらの MacBook Air とここに立てかかってます。iPad Air 5、こちらを使っていました。こちらはどのように使っていたかを解説していきたいと思います。もともとこの YouTube も社会人大学院生というテーマで YouTube を始めたというのもありまして、その経験をもとに語っていきたいと思います。4月から大学生活スタートという方も多いと思いますし、この前 M3 MacBook Air が発売されたということで、今回は MacBook Air を中心にご説明できればと思います。このチャンネルの視聴者層的に微妙かもしれませんが、役立つ動画を撮れればということで、誰かの目に留まってほしいと思ってこの動画を撮っております。近々 iPad Air 6の発売の噂もあります。 iPad Air 5が2年前なのでそろそろ出てもいい頃だと思います。もし iPad Air 6が出たらまたさらに詳しい動画をもう一本別の動画で撮ろうと思っておりますので、そういう動画気になる方はぜひチャンネル登録もしていってお待ちください。本日の動画の内容はこんな形です。他のパソコンと比較した MacBook Air の良さ、2つ目に MacBook Air と iPad Air 5を私が大学院でどのように使っていたのか、そしてそれらがどうだったのかを、お話しします。で最後に、M3 MacBook Air、こちらは大学生は買うべきなのかという話をしていきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。それでは私が持っていた M1 MacBook Air と、iPad Air 5のスペックを、少し簡単にお見せしたいと思います。こんな感じです。MacBook Air はこれ13インチのものになっていまして、チップは M1 チップを積んでいます。メモリが 8GB、SSD が 256GB のものを購入しました。2022年3月当時に購入したもので、10万3180円で購入しております。ちなみに2024年3月現在、一番安い形で M2 MacBook Air を買うと14万8800円ということで、かなりの値上げにはなっています。続いてこちらの iPad Air 5。ですけども、こちらの購入したモデルは 10.9 インチのもので、 Wi-Fi モデルを購入しました。ストレージは最小の 64GB を購入しています。2022年3月当時は 68,800 円でしたが、2024年3月現在ではその iPad Air 5は 92,800 円ということで、2万4000円ぐらいですね、高くなっております。円高。はい、ではそれぞれの使い方について、ざっとお話したいと思いますが、まず MacBook Air に関しては、ブラウザの閲覧、レポート作成、研究活動などで使っていました。ブラウザ閲覧などは、授業の情報とか、授業自体をそれで受けることもありますので、大学生活パソコン必須になりますので、そういうものに使っておりました。レポート作成については、こちらに Microsoft の Word などを入れて、そちらで作成しておりました。3番の研究活動では、私プログラミングを少しやっていたんですけども、Mac に搭載されているターミナルというものですね。こんな感じのやつで、作業をしていたという感じです。で自宅では、動画編集などもしていたという形になります。続いて iPad Air 5ですが、こちらは授業ノートの作成と、あと PDF 閲覧。この2つが大きいところかなと思います。授業ノートの作成に関しては、ProDrafts というアプリを使っていまして、そちら他の動画でも説明していますので、無限ノートとか気になる方は、こちら見ていただければと思います。で、PDF 閲覧は、ゼミの時の資料などをそれで閲覧するというような形をとっていました。こちら、自宅では動画閲覧用、YouTube とかの閲覧用と、電子書籍の Kindle を読む用で使っていました。で、この MacBook Air の良さをお話したいと思いますが、他の PC と比較した時の MacBook Air の良さです。一番はまず軽さありますよね。めちゃくちゃ軽いということです。中途半端なスペックの Windows PC を買ってしまうと、それなりに重い感じになります。Windows PC 買う際もある程度のスペック、軽さとかが重視して選んだらいいかと思います。意外と大学ってパソコンを持ち出すことが多いんですよね。自宅と大学との持ち運びは最近では必須になってきていると思います。ほぼ毎日使うものなので、そういう重さを気にしたらいいかと思います。それからほぼ毎日使うというところで、このデザイン性ですね。やっぱ MacBook Air ってかっこいいので、こういうデザインを大事にするのもいいかなと思います。毎日のモチベーションというか気持ちが上がるので、そういうところも私は大事だと思ってます。それからトラックパッドですね。この使い心地も非常に良くてですね、トラックパッドってここの部分です。
これ Apple 製品を超えるトラックパッド性能は今のところ現れていません。私 Surface なども使ってたんですけども、まあ、Surface とは感度や使い心地がやっぱり違います。トラックパッドが使えるとマウスが不要になってきて持ち物も身軽になるということです。で、もろもろスペックなどを考えると、まあ、価格もそんなに高くないと思いますので、最近はちょっと値上がり傾向なんですが、まあ10万ちょっと投資する分には、まあ、他のパソコンもなんだかんだ10万円弱、7、8万安いのでもするので、それ買うぐらいだったら、まあ、MacBook やこの大学生活を機に買ってみるのは全然ありなんじゃないかなと思います。続いて M1 MacBook Air と iPad Air 5を使ってみてどうだったかというところですが、どちらも選んで正解だったというところが結論です。 MacBook Air に関しては、まあ、Windows PC もいいんですけども、まあ、MacBook ってなんか先ほども言いましたけど所有感が良くてですね、あと M1 チップは割と出たばっかりだということで意外とサクサクに動かすことができました。まあ、私一応、スペックも最小構成で買ってますので、まあ、そんなに高くない出費で抑えられたかなと思います。で、 iPad Air 5に関しては、まあ、タブレットがあるとノートがいらなくなります。それから印刷の回数も減らせることができます。やっぱり紙をどんどん印刷するとプリンターのインク代などもね、これ意外とプリンターのインク代で高いんでね、それもかからないですし、プリンターの印刷する手間も省けますので、時間を有効活用できるということになります。まあ、コスパもいいしタイパもいい、そんなような感じだと思います。で、最後に M3 MacBook Air、発売しましたけど、こちら大学生は買うべきなのかというお話をしたいと思います。結論から言いますと M3 は買わなくていいんじゃないかなと思います。まあ、確かに M3 はおすすめなんですけども、まあ、中古の M2 MacBook Air ぐらいで僕はいいんじゃないかなと思います。まず MacBook Air を検討しているという方は Apple Silicon M チップのものを買った方がいいと思います。今から中古のインテル製のものを買うのはないと思いますし、まあ、M1 チップの中古でも全然僕は、いいと思います。僕のも実際に M1 チップ使ってるんで、まあ、めちゃくちゃ安く抑えたいという方は M1 チップのものを買ってもいいかなと思います。まあ、それの場合は、まあ、4年持つかギリギリかなというところだと思うので、もしかしたら買い替えというところもあるかもしれません。まあ、そういうところを考えると、まあ、中古とかの M2 チップのものを探したらいいんじゃないかなと個人的には思います。僕も M2 の MacBook Air 欲しいという感じです。で、 M チップに関してはアプリが見たようなものっていうのがもともとありました。インテルチップから急に Apple Silicon のチップに変わったので対応してないものが以前はあったんですけども、そういうのもどんどん減ってきて、最近はどのアプリも大体は触れるようになっています。私みたいにちょっとプログラムとかいじってると動かないプログラムとかあったりして、ちょっと設定が必要なんですけども、使えないことはありませんので、その辺は安心いただければと思います。で、一応、iPad の話もしておくと、 iPad Air 5に関しては、まあ、Air 5じゃなくてもいいんじゃないかなと思います。こちらも Air 4とかね、中古のもので探して、見ればいいかなと思います。Apple Pencil は純正で第2世代のものがおすすめです。第2世代っていうのはこういう感じでここにつけられるものですね。マグネットでつけられるのが、持ち運びとか充電とか考えなくていいので、こっちの方がまあおすすめかなと思います。ちょっと値段しますけどね。で、予算がつかないっていうのであれば、まあ、サードパーティー性能が上がったりするので、まあ、そういうのをまあ YouTube 上でこう探してもらえばいいかなと思います。僕はまあ純正のしか使ってません。これを長く使おうということで、純正を買いました。めっちゃ高いですけどね、1万ちょっとしますが、それがおすすめです。はい、ここまでご視聴いただきありがとうございます。今日はまあ語り動画ということになりましたが、 M1 MacBook Air と iPad Air 5を大学院で使っていた私が、それら大学生活でおすすめかどうかをお話ししてみました。最後の方は M3 MacBook Air の話もしましたが、大学生が買うにはちょっと高スペック、ちょっと持て余すかなと思いますので、まあ、M2 MacBook Air ぐらいがちょうどいいんじゃないかなと思います。まあ、高校生であれば、おそらく親御さんのお金を使ってのことになると思うので、この動画を見ながら説得していただければと思います。未来への投資を今からしていきましょう。この動画参考になったという方は、ぜひグッドボタンよろしくお願いいたします。このチャンネルではガジェットを中心とした、普段はカメラやスマホなどのお話を趣味でしているチャンネルでございます。こういうガジェットとかカメラとかスマホ、興味のある方は、次もそういう関連の動画を出しますので、次の動画更新を見逃さないためにも、チャンネル登録もしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。皆さん今日も、グッドライフを。バイバーイ。さあ、まあ、iPad Air 6
楽しみですね。